こんにちは、RWS プロミュージック代表の森影です。今回ですね、体の向きが横向きの状態でやる、高音ドリブルおすすめ、これ必ずやった方がいいですよ。3種類僕の方がお手本もやってきますので、このドリブル練習がどういう風に試合で使えるかっていうのも実際に僕が相手ディフェンスありでやっていきますので、必ずそちらをご覧ください。また、動画の最後にですね、保護者の皆様からいただいた質問、今回いただいた質問はなんとドリブル塾意味がないと言われてるんですけど森影さんどうですかという質問に対して僕の方が答えていきます。レッツゴー。動画の方いかがでしたでしょうか。体の向きがね、横向きの状態で進んでいくっていうのが、3個ねやらせてもらったんですけども、しっかり相手がどこにいて、あ、こういう風に相手を向くんだなってイメージを持ちながら練習をしてみてください。動画の冒頭にもね話をしたんですけども、ドリブル塾意味ないって言われてますけど、どう思いますかっていうことに対して、お答えしていきたいと思います。そもそもね、サッカーにおいて意味がないことっていうのは一つもないです。でドリブル塾って言っても、じゃあドリブル塾は意味がないっていう人って、じゃあ、まあ今ね、この SNS の時代なので、やっぱりこのインスタの動画、たった1分の動画とか、YouTube の3分の動画っていうもので、やっぱ判断されてしまうところはあるんですけども、やっぱ1回ね、ぜひ RWS のドリブル塾のスクール2時間やってるんで、1回そこに足を運んでほしいですね。で、僕が今そこでやってるのは、本当にパスをもらってからのドリブルとか、ドリブルって言っても、相手から逃げるドリブル、突破するドリブル、味方の上がりを待つドリブルとか、パスコースを作るドリブルとか、そういうのをね、ドリブル塾ではやらせてもらってます。なので実際見てもらったら、一番その技術的にも、あ、すごい細かく教えてるなと、あ、試合で確かにこういう風にやったら使えるなとか、あ、相手後ろ向きにいたらこうやって前向くんだとかっていうのが絶対学べると思うんで、僕は意味があると思ってやってます。で、あともう一個ね、ドリブル塾はそのドリブルの技術ももちろんですけども、あと子供のモチベーションを上げるっていうのが僕が一番売りにしてますよ。やっぱり子供にとって一番大事なのはモチベーションなんですよ。例えば東大に行きたいと、ね、いう子がして、あの東大に行ったことある人が東大に行く気がない子供にどんだけ東大に行ける勉強方法を教えても、絶対この子東大には行けないんですよ。結局この子が東大に本気で行きたいとか勉強のことが本気で好きだと思わなかったら絶対に東大に行けないんですよ。サッカーも一緒なんですよ。サッカーが本当に好きだと、サッカー本当に上手くなりたいと、こういう気持ちを持ってないと、どんなにいい練習に教わっても絶対上手くならないんですよ。例えばスクール中に子供の名前を最低3回呼んで、あ、最低5回1回の練習で5回呼んで褒めるとかね、そういう細かいところも意識してやらせてもらってるので、ぜひ皆さん一回スクールに足を運んでいただいて、そこでね意味があるかないかっていうのを判断してもらえればいいなと思います。はい、こんな感じで、この動画がまたいいなと思ったらチャンネル登録と、高評価とコメントお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。